宮市長、今日から、はい、津山八景というポロシャツを、はい、着用ということなんですが、着られた感じどうですか？本当にね、非常にこうリラックスしますね。今日はたまたま金曜日でカジュアルフライデーですから、その機会にね、今日初めて、着用しました。本当に楽ですな、非常に着やすいです。華やかな桜の津山城を背中にあるんですが、はいはい、そういうのを背中に背負ってという感じはどうですか？そうですね、後ろですから見えませんけどね、おそらく市民の皆さん、またご来庁の皆さんがね、これは一体何かなと、こういうことで見ていただけると思いますね。今後これを活用して、というようなことも考えとられると思うんですが、その辺はどうなんでしょう？まだまだ職員もね、十分に行き渡ってないと、こういうことですからね、職員の皆さんが親しんで着用する、そしてまたご来庁の皆さんがね、来られて、ああこれはいいなと、津山を応援したいなと、こういうふうになっていただければね、非常にありがたいと思いますね。津山を PR する大切なツールになるんじゃないかと思うんですが、その辺どうなんでしょう？ぜひそうなるようにね、私どもも心したいと思っています。これが阿波の花祭りです、有名な。でこちらが津山のホルモン群です。